のフレッシュマンは阿蘇市内の巻にあります阿蘇市立阿蘇図書館にお勤めの女性をご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまずお名前と年齢、それからお住まいの地域を教えてください。江藤瑠香、26歳、小里に住んでます。江藤さんはこちらの図書館にお勤めになってもどれぐらいが経つんですか？4月で3年目になります。江藤さんはこちらの図書館でどんな業務を担当してらっしゃるんですか？司書業務全般なんですが、例えば本の返却、貸し出しだったり、書架整理だったり、本に関する様々なことを行っています。江藤さんがこう図書館で働きたい、司書になりたいと思ったのはどんな思いからだったんですか？小学校の頃から本が大好きで図書室に通ってまして、ここの図書館にも毎日のように通っていました。いつかは図書室の先生に、図書館の先生になりたいなと思って勉強してきました。じゃあ夢を実現されたということなんですね。じゃあ実際も働いてみて、このお仕事のやりがいだったり、普段こう心がけていることというのはどんなことですか？本の情報収集などは本屋さんに行ったり、テレビを見たりして、今人気の本だったり新刊だったりの情報を、細かく収集するようにしています。あとは利用者さんとのコミュニケーションも、大事にしています。実際市民の方とするやり取りの中で何か言われて嬉しかったこととか、何か思い出に残っていることとかありますか？おすすめの本を聞かれたりとか、この本面白かったって言っていただけるととても嬉しいです。ありがとうございます。ではちょっとプライベートなこともお伺いしたいんですが、江藤さんは結婚願望とかはどうですか？強い方、弱い方？弱い方だと思います。じゃあそんな弱いながらもどんな人がタイプですか？自分の思っている人ですかね。ぶれない芯を持っている人が好きです。じゃあそんな人と阿蘇市でデートするならどこに行きましょうか？私はドライブが好きなので、自然を見ながらいろんなところにドライブに行きたいです。では最後にお勤めの阿蘇図書館の PR をあちらのカメラに向かってお願いします。たくさんの本と個性豊かな司書がお待ちしております。ぜひ一度お立ち寄りください。ありがとうございました。今月のフレッシュマンは阿蘇市立阿蘇図書館にお勤めの江藤さんをご紹介しました。では最後にフィルポーズお願いします。いきます、せーの、フレッシュマン。